談合試合とは、片方もしくは双方の競技者もしくはチームがあらかじめ申し合わせた結果になるように競技を行うこと。八王朝の一種である。スポーツ競技においては、相手競技者もしくはチームに勝利することが最大の目標であるが、例えばリーグ戦で試合結果次第では、当該両競技者、チームとも次の段階へ進める場合、その下にいる競技者、 チームを蹴落とす目的で、両、チームとも、次段階へ進めるように、あらかじめ申し合わせて、結果を操作することがある。これがいわゆる談合である。また、一方の競技者もしくはチームが、相手競技者もしくはチームに敗北するように結果を操作することもある。この場合は特定の競技者やチームをアシストして、別の特定競技者、 チームの優勝を阻止する目的で行われるケースが多い。ただ、仮にそのような結果になったとしても、その試合が談合であったことを証明するのは難しい場合が多い。また、こうした行為が制度上明確に禁止されていることは稀である。このため、不正とみなすべきか合理的な戦術と考えるべきかは議論の残るところである。 FIVB プレジデントステートメント、オンウィメン、S ワールドオリンピッククオリフィケーショントーナメント、FIVB 公式2012年5月28日、バレーボール、マッチ、フィキシングクレームリジェクティッドバイワールド。BODYCHANNELNEWSASIA.COM2012 年5月28日女子バレーで、五輪逃した、対 日本が800兆 www.newsclip.be2012 年5月29日2005年9月25日、西武ライオンズ福岡ソフトバンクホークス、NPB 公式月間競輪1985年5月号。ありがとうございます。